2018年9月、当時の防衛大臣小野寺井天氏の発表は世間を騒がせていて、海上自衛隊としては異例の潜水艦の居場所の公式発表だから、驚きをもって受け止められたことは言うまでもないよね。この小野寺井天氏は、宮城県気仙沼市の出身で2011年の東日本大震災では自宅も被害を受け、その後復旧にも奔走した一人として名前を知っている方も多いだろうし、防衛大臣を二回務めた人物だが、どうせなら防衛大臣より復興大臣になってほしかったという声もちらほらあったらしい。当時、護衛艦加賀稲妻鈴月そして黒潮の4隻が南シナ海での航行の自由作戦に参加していたね。この航行の自由作戦だけど、やはりというか当然というかアメリカが行っているよ。1979年昭和54年から始まったというから、40年以上も前からスタートしたもので、アメリカはある国が領海や排他的経済水域などの海洋権益を過剰に主張していると判断した場合は、その主張を認めないという意思を表すため事前通告することなくその海域を航行するというのが、航行の自由作戦 FONOP フリーダムオブナビゲーションオペレーションだな。小野寺大臣の発表内容はこれだけではなく、日本の潜水艦の南シナ海への派遣は17年も昔から行っていたというものもあったね。爆弾を投げたようなものだけど、その状況について詳しく紹介していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊で最大の大きさ、排水量を誇る艦艇は？と質問されれば、戦後初の航空母艦への改修が決まっている護衛艦出雲だろうと言われる方が多いと思われ、加賀はその同型艦になるよ。2019年、当時の安倍首相とアメリカのトランプ大統領が視察をしたことで有名になった加賀だけど、2021年度末から予定される定期検査に合わせて航空母艦への改修工事が施工される予定になっているね。加賀の現在のデータは大きさを示す基準排水量が1万9500トン、満載排水量が2万6000トン、全長は248メートル、全幅は38メートルで、海上自衛隊ではヘリコプター搭載護衛艦 DDH ヘリコプターデストロイヤーと呼ばれているんだ。ヘリコプター搭載護衛艦 DDH とかが呼ばれている理由だけど、対潜水艦用の哨戒ヘリコプターなどをマックス14機まで艦載できる能力があるためだね。といっても、海外ではヘリ空母の中に分類されているらしい。このような事実にもかかわらず、専守防衛が旨である自衛隊は、政治と現実の間であくまでも護衛艦という呼称が象徴しているような建前論を根拠として活動しなければならないという、はっきり言って不自由な立場に置かれていると言えるぜ。駆逐艦ではなく護衛艦としているのは第二次世界大戦時の日本軍を連想させる単語を使用しない。というこれも建前論から生じた言い換えだろうと思われるが、しかし一例を挙げれば戦闘機はそのまま戦闘機と呼んでいるわけだから、不公平と言うべきか、ちょっと不思議な状態かもしれないな。このあたりに関してはむしろお互いに仮想敵と考え合っている中国の方がまさなおとも言えるみたい。護衛艦加賀や出雲に対しては、中国はかなり早くから航空母艦であるとして警鐘を鳴らしたり、逆に過小評価したり、上げたり下げたりを繰り返しているからね。自国のことを棚に上げて、あれこれと他国のことを上げつらう中国の主張を真剣に考える必要はないだろうし、このコロナウイルスの件でもそれはわかると思うな。かといって、日本が一方的に中国海軍を過小評価して見くびってしまうのも油断大敵ではあるよな。改めて2018年の小野寺大臣の発表に話題を戻すと、南シナ海での演習の意図を尋ねられると約15年以上も前から潜水艦を含む自衛隊艦艇がすでに訓練を継続して実施していたと説明したんだけど、彼の発言をどういう風に捉えるのかで意見が分かれているみたい。発言の字面通りに解釈すればまさに15年以上前から海上自衛隊の潜水艦は南シナ海へ進出してきたということになるよね。では現在まで全く極秘にされていたのかだろうかという想像を抱かせることになったんだ。国民の中にそんな思いを抱かせる一方、別の解釈も考えられていて、それは、潜水艦の南シナ海進出はこの時が初めてだったが、中国海軍を牽制するために、
わざとこうした回答を防衛大臣自らが言ったのだということで、この発言によって、中国が一層日本への警戒心を辞たようと考えたのではないか、という解釈だな。どちらにしても、真偽のほどは確かめようがないが、際限なく膨張を続けているような中国海軍に対して、海上自衛隊所有の潜水艦の作戦行動範囲をあえて誇示することによって、日本の優位性を見せつけようとしたのかもしれないぜ。というのは、加害外の最新鋭とは言えない潜水艦黒潮も参加していたわけだから、時代遅れの潜水艦であっても、南シナ海へ進出できると公表することによって、もっと新型の潜水艦、例えば総流型潜水艦の性能や力を国内外へアピールする効果も確かにあったと感じられるよね。中国はすでに大量の主力兵器を所持していて、日本はこれらの主力兵器戦闘機や水上戦闘艦、潜水艦などの数では到底かなわず、数で負けるなら、暴虐でというのは孫子の昔からの戦略だからね。日本には広大な海のどこに潜んでいるかわからない潜水艦を用いることで、中国海軍の能力を分散する手段しか対抗手段が存在しないのかもしれないよ。護衛艦加賀だが、航空母艦としての改修を終了し、空自が購入予定の F-35B ライトニング2戦闘機を艦上で運用できるようになるまでには、残念ながらまだまだ時間がかかりそうで、即戦力にはならないだろうな。またその F-35B ライトニング2戦闘機の運用可能となっても、年中艦載機として乗せておくわけではないと言われているが、加賀の艦上にそもそもどのくらいの数の機体を乗せられるのかについても、未だに不明だぜ。予想だが、格納庫などのスペースを考えても10機前後ではないかということで、正直に言えば、その数では航空母艦の打撃力という点では、はっきり言ってレベルが低く、高い有用性を見出すことは期待できないのではないかと言われているらしい。もともと加賀や出雲には航空機の発着用のカタパルトはなかったからね。だからこそ、長距離の警戒任務ができる固定翼機が運用できなかったわけで、したがって哨戒任務は同時に艦載するヘリコプターか、別の場所の地上基地から発進させる機体に任せるしかないと推測されるよ。加えて母艦としての加賀や出雲自体を守る防空任務も必要になり、母艦を攻撃されては戦闘機の帰る場所がなくなるわけで、その防空任務は他の汎用護衛艦などを随伴させていく方法しかないと思われるぜ。ということは様々なクリアすべき課題があるというとだから、実際の運用にはかなりの制限がかかることになるという不安要素も存在しているわけだ。ちょうどというか、タイミング良くというか、航空機は第6世代を迎えようとしているしね。この第6世代機がどんな仕様になるのかと合わせて、これからも加賀や出雲などを改修した航空母艦が建造される流れになっていくのかも見えてくることになるのではないかと予想されるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。